こんにちは、MJWS です。今回の動画は、多摩モノレール構想上の計画ルート、これまさルートについて。今現在、同ルート構想があることを知る方や、地元市民の機運もほぼほぼ盛り上がっておらず、基本的には実現が極めて難しい計画ルートです。が、1981年に構想が示された多摩都市モノレール等基本計画について、実際にこの中で構想線として示されていたことから、今回動画のテーマとしました。多摩モノレールには現在、上北台、箱根ヶ崎駅間、南側終点の多摩センター、町田駅間、多摩センター、八王子駅間の3つの延伸計画が存在します。これまさルートはこのうち、八王子ルート上の中間駅となる、唐木田駅より分岐し、以降、尾根間を使用ルートとしつつ、南武線の南多摩駅、西武多摩川線のこれまさ駅までをつなぎます。完成することがあるとするならば、八王子ルートとの分岐立体交差や、町田ルートとの空中立体交差等、構造上の見どころも多かった、これまさルート。掲載は控えますが、今回は当時の資料を集め、これを元に現地を歩いてきました。道路の画像ばかりとなってしまいますが、よろしければ最後までお付き合いください。今回紹介するこれまさルートは、多摩モノレール八王子ルートの途中部分となる、唐木田駅より分岐し、以降、JR 南武線、南多摩駅、西武多摩川線、これまさ駅までのおよそ 11km のルートを単独で進んでいきます。早速、これまさルートのスタート地点となる唐木田駅からルートの観察をスタートしましょう。多摩モノレール延伸構想には、先ほど申し上げたように八王子延伸構想も存在し、こちらについては今現在、検討がなされている状態です。八王子延伸ルートは、唐木田駅の先で、メタセコイア通りを伝い、多摩センター方向に進んでいくルートで構想されています。これまさルートについては、このまま尾根間を東進していく必要があるため、唐木田駅の先には、八王子延伸ルートとの分岐部を配置する必要があります。通常、交通インフラは、先に存在するインフラ設備が優先されることが通例ですので、今回の場合、これまさルートが八王子ルートを上空でかわしていく線形となります。八王子ルートをかわしたこれまさルートは、以降、稲城五中交差点位置まで南多摩尾根幹線道路、尾根間を帰属道路とする都市モノレールとなります。分岐期を介し、これまさルート単体となった直後、同ルートはさらに都道156号線を南下し、町田方向を目指す多摩モノレール町田延伸ルートと直角でぶつかります。このため、これまさルートは軌道高さを上げ、町田ルートを上方でかわす線形となります。駅はおそらく、尾根間と都道156号線がクロスする画像の多摩南の交差点位置付近に配置されていたことでしょう。もちろん構想が実現されていた場合のたらればですが、多摩モノレール構想下では唯一の複合立体構造駅となっていたはずです。ここからルートは尾根間を帰属ルートとして進んでいくこととなります。ちなみに尾根間とは、多摩ニュータウンの南側を東西に横断する大規模な都市計画道路。道路名称は多摩都市計画道路3165南多摩尾根幹線となっています。これまさルートはこのほとんどの区間を尾根間に帰属する線形を有しており、同じく多摩ニュータウンの南西側の尾根間を主要帰属道路とする八王子延伸ルートとはある種対の関係にあると言えます。もっとも多摩ニュータウンの開発も終わり、同ルートの需要が見出せない現状況下において実現の可能性は限りなく低いと言えます。ちなみに八王子延伸ルートとこれまさルートの尾根間帰属区間は 6.1km、 尾根間の全長は 16.6km ですから、このおよそ4割の区間で
モノレールルートが配置される構想があったことになります。冒頭触れたように、これまさルートが入れ込まれた当初構想立案時は、既存の多摩モノレール営業線も含めモノレールでの敷設が決定していたわけではありません。これまさルートについても、新交通システムの導入想定ルートとして各種の検討資料が存在しており、今回の動画では参考としてモノレールと表記しているにすぎません。もっとも、この構想の主軸となる立川からの南北ルート、つまり現在の多摩モノレール営業線に導入された交通システムが、日立あるウェーグ式モノレールとなったことを鑑みると、必然的にこれまさルートも同モノレールシステムでの敷設がベースとなっていたと考えられます。さて、これまさルート上の尾根間では今現在も一部完成していない区間が存在しますが、それが画像中に写っている場所、同区間については2021年に稲城福祉センター入り口交差点から多摩東公園交差点間に及ぶ 4km の区間が事業認可されたばかりです。この認可をもって南多摩尾根幹線道路は全線で4車線化に向けた事業が着手されたこととなりました。現在完成していない道路部分についても今後工事が実施されていくこととなります。さて、これまさルート上には途中、稲城中央公園と稲城第二公園を結ぶクジラ橋と呼ばれる歩道橋が位置しています。寄り道してこの周辺を散策してみましょう。構造物としては DC 単景館固定式門型ラーメン橋を採用。おそらく尾根間上において最も大規模な歩道橋であると考えられます。こちらが橋の上部に配置される歩道部の様子。この規模の歩道橋は都心部でのペデストリアンデッキでもない限りなかなかお目にかかれません。それもそのはず、幅員は最大のところでは24メートル程度が確保されているそうです。クジラ橋の上からは尾根間および今回紹介しているこれまさルートを上部から見下ろすことができます。橋の近くにクジラの親子の石像がいました。これまさルートが仮に実現していたら、こういった風景が見られたことでしょう。これまさルートは画像の先に位置する稲城五中交差点で、これまで帰属してきた尾根間から離脱。この辺りにも尾根間上最後となる駅が配置されたと考えられます。こちらが稲城五中交差点より帰属変更後の城山通りを見た様子。やはり尾根間とは道路の規模が異なることがわかります。この付近は緩やかながらも東半線形となります。通りの左手には城山公園が配置されていて、とても過ごしやすそうな印象でした。道路はすぐに山頂部を迎え、転じて下り坂へ。ルートは城山通りを伝い、南武線の南多摩駅を目指し進んでいきます。この城山通りを降り切ると、これまさルートは南多摩駅へ。南多摩駅を中間駅に有する JR 南武線は、先代となる南武鉄道をスタートとすると1927年に開業した鉄道線。1944年に国有化、1970年頃までには複線化が完了し、現在の南武線営業車両 E233 系からは新たに南武線固有のロゴマークが配置されるなど、東京圏のメガループ路線、そして地域の大切な足として活躍しています。この南多摩駅ではこれまさ橋を渡る必要はありますが、西武多摩川線のこれまさ駅と接続。これまさルートはこのルートの最後の区間で JR 線と私鉄の2駅を接続する格好となります。ここで終わらすのであれば府中駅までと思ったりしますが、実際の構想にはないので今回はここで終了。現在ではこれまさルートの象徴ともいえるこれまさ橋を渡ります。なお、これまさ橋自体は歩道・車道橋として建設されているため、モノレールのみならず軌道線をここに併設することはできません。実際は
この橋の左右どちらかに別に橋を設ける必要があります。いよいよこれまさルートの終着点付近となる西武多摩川線のこれまさ駅までやってきました。西武多摩川線もまたスタートは川砂利を運搬する目的で配置された多摩鉄道という鉄道会社がそのスタート。1927年に西武鉄道へ合併され、路線名を多摩線と改称。多摩川線という名称は1955年から使用され出したものです。西武多摩川線にも分岐、延伸の構想があるにはありましたが、今回のテーマからは大きく外れてしまうため割愛します。モノレールが接続していれば、また上述した西武多摩川線にまつわる改編構想が実現していればと、たらればトークは止まることを知りませんが、現在は画像の通りの状況に落ち着いています。というところで、以上が多摩モノレール構想路線のうちの一つ、これまさルートの前線となります。いかがでしたでしょうか。と言われても困ってしまうとは思いますが、多摩モノレールの当初構想時にはこういったルートもあったんだなという感覚で見ていただければ幸いです。稲城市の西側を東西南北にある意味縦方向に貫く線形で考えられていたこれまさルート、この導入空間として尾根間という大型道路もすでに配置されており、なんだかもったいない印象を受けました。というところで、今回の動画はここまで。最後までご視聴くださり誠にありがとうございました。当チャンネルではこのほか、今現在実際に延伸の検討や協議が行われている多摩モノレールの各種延伸ルートについての紹介動画を投稿しております。ご興味がありましたら是非ご視聴いただけると幸いです。それではまた次回の機会にお会いできることを楽しみにしています。さようなら。